おはようございまっちょ。インフルフォルテです。はい。よいしょ。なぜこんなに今日はテンションがおかしいのか。ああ、いつも僕はおかしいんですけども、今日はいつもよりもおかしい。おお。なぜかというと僕は今インフルエンザなんですけども、今仕事を今お休みしてるんですよ。で、僕実は本業ピアニストとかもやってまして、で、これから2月から演奏会が始まってくるんですけども、先にインフルエンザの、よかったかと思います。はい。というわけでね、今日は皆さんと10分間だけ僕のテンションおかしい様子を一緒に共有できたらなと思います。インフルは結構辛くて A 型でした。で、今これ寝巻きです。で、急遽髪とヒゲだけ剃って撮ってます。おー。インフルエンザで寝てる時に、やっぱバンドマンってかっこいいなと急に思い出してやりたくなったまでですよ。お家に揃ってました。バンドセットです。おーおーおー、めちゃくちゃ音が狂ってますね。というわけで、皆さんと10分間だけおふざけを共有できたらなと思います。で、僕はギター昨日の夜までずっと熱がありました。昨日の夜かな、昨日の昼ぐらいまでか。で、2日間ずっと寝込んでたんですけども、まあその時は全く受けないぐらい熱が高く9度7分までありました。で、そこから熱は下がって、まあ、7度ぐらいまで落ち着いたんですけども、喉が今痛くて、で、今日病院に行ってきたんですよ。喉が痛いなと思って、そしたらね、先生が車の中にいてくださいと隔離されました。悲しい。で、その後すぐさま呼ばれ、またそこも隔離されたベッドの上です。悲しい。で、そこから先生の診察があり、喉が腫れてますね。インフルまだウイルスを持ってるので、あまり外に出歩かないでください、ましてや動いたりとかしないでくださいと言われたので、僕はお家でドラムセットを叩くことにしました。そうです。インフルつらいよ、インフルはつらすぎる、大人のインフルつらいよ。 A 型 B 型も頭が回りませんね。というわけで失礼。まあ、ロックっていうことはね、やっぱね、ハードなことをしないといけないということで、インフルの中でもやる俺かっこいいということで、やっていきたいなと思います。僕はギターは、教育実習の時にドレミファソラシドを弾けるようにしたぐらいです。あまり覚えてません。もう忘れました。あれ？何の音だった今の。あれ？この音聞いてくれ。俺の素晴らしいドの音を聞いてくれ。違った、こっちだったね。あれ？あれ？あれ？腸がバラバラで、ここをね、維持して、ある程度腸を戻すんですけども、腸というか音程を戻すんですけども、まあその作業もインフルの僕にはできません。まあインフルの辛さ、何がインフルで一番辛かったかお話ししますね。辛い辛いインフル、つらい、本当につらい、大人のインフル、特に熱になったら結構つらい。おー、できました、できました。サンキュー。いや、他に聴きたい曲はないか。なんだね。ああ、インフルのせいか分からんけど、肩まで痛くなってきた。ちょっとテンションがおかしいそれ。ダメ。ギターは僕にはセンスがなかった。抜けれ。よいしょ。僕にはパーカッションの才能があると思うんですよ。Thank you.
たい。ちょっとまだ下手くそですね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ああ、僕ね、僕実は大学の時に授業で吹奏楽を取ってたんですけども、その時にやってた楽器がパーカッションだったんですよ。で、結局大学4年間ドラムロールが1回もできずに卒業してしまったので、ちょっと今やってみたいと思います。ドラムロールというのはこんな感じでずっとドルパンパンパカパン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 みたいな感じの人です。こうやってパンパカパン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 っていう感じなんですけど、これのね、この役をちょっとやりたくて、ちょっと今やります。ゴジラがやってきた多分インフルでおかしいんですね、僕でしょ。まあね、こんな感じでインフルを治すために僕はストレス発散を今ちょっとしてみたんですけども、良い子は安静にしてください、まあ、みんなには映らないから安心してくれ。で、まあ小学校の時ぶり以来にちゃんとしたインフルになって結構辛いっすね。まああともう数日でね、完全復活というところでね、楽しんでいきたいなと思うんですけども、何を楽しんでいくなって話ですけども、今後の残りの人生を謳歌して、まだまだあと何十年生きるか分からないですけども、こっからさらにね、ヒートアップして人生をね盛り上げていきたいなと思うんですけども、まあ今日はねこんな感じでゆるいちょっとピアニストのインフルな日常ということでね、ちょっとこのバンドを楽しんでみたという動画でした。多分ね、インフル治ればもうちょっとさらに楽しい動画が撮れるんじゃないかなと思うので、皆さん今後も期待してくれたらなと思います。僕は令和2年も突っ走ります。それではギャッバイ。
見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。